皆さんこんにちは。認定 NPO 法人テラーネッサンスブランディングデザイン室長の小田です。今回はですね、テラーネッサンスアカデミアの第1回そして第2回の、告知として皆さんにお届けをします。このテラーネッサンスアカデミアですが、昨年からスタートした新しい企画です。認定 NPO 法人テラーネッサンスという団体が、この創設20年の中で培ってきたさまざまなノウハウをオンラインのセミナーを活用する形で皆さんと一緒にこの学びを深めていきたい、そんな思いで企画をしました。で、去年私自身もですね、このアカデミアの中で一つ講演をさせていただいたんですけれども、その中でお伝えをしたのは、ファンドレイジングをデザインすると題して、テラーネッサンスが行ってきたファンドレイジングをどのようにその全体感をデザイン設計して、何を大切にしてファンドレイジングを行っていくのか、そんな風な話をさせていただきました。で、今年はさらにその話をですね、具体的に2つの視点に分けてお話をしていきたいと思っています。その第1回目となるのが、今こちらに記載のある寄付編と題したもの、そして第2回となるのが、この次に見えてくる報告編としたもの、この寄付と報告2つに分けたファンドレイジングのための NPO デザインと題して、お伝えをしていきたいと思っています。まず第1回の方、寄付編思いを形に支援が始まる NPO デザインというふうに題したものは、今こちらに出ております、5月の20日木曜日ですね、お昼2時から3時半までの時間帯で開催の予定です。ちなみに去年もこれは大好評だったんですけれども、リアルタイム配信とは別にアーカイブの視聴が、後日からですね可能になりますので、お時間が、合わない方でもこちらをご利用いただくといいんじゃないかなというふうに思っています。この中では具体的に、例えば寄付を募っていく方法であったりとか、マンスリーサポーターを増やしていくような方法であるとかっていうものをお話ししていきます。この中でアプローチは様々なんですけれども、一つグラフィックデザインであるとかコミュニケーションのデザインに軸足を置いて、この内容をお伝えしていく予定です。例えば、郵便振込用紙のチラシですね、こういうものをどんな風にデザインしていくかであるとか、マンスリーサポーター向けのリーフレットのデザインの仕方とかで、これがですね、それぞれのシチュエーションに応じてどんなコミュニケーションでもって、渡されていくのいくと良いのか、それが手紙かもしれないし、講演を配布し、講演を行った後に配布をするのかもしれないし、そんなシチュエーションと目的に応じてこのデザインを使い分けていくことによって、寄付を集める、仲間を増やす、そんな風なことに立脚をした寄付編と題した NPO デザインについてお伝えしていきます。で、もう一つがその1週間後になる、5月の27日また同じ時間帯ですね、今度は報告編と題しまして、支援が続く NPO デザインについてお話ししていきたいと思います。最初の方でお伝えをした寄付が始まる、支援が始まる、そのハードルをクリアした後に、それで支援が終わってしまうと双方ともにもったいないですよね。なので、それのための支援が続く、どうすると自分の組織団体をもっともっと好きになってくれて、もっともっと一緒に課題解決に取り組んでいく、そんなファンになっていただくためのコミュニケーションやそのアプローチ、どんな風なことをやっていくのかということを話していきます。具体的には、例えば活動報告や会計報告をまとめた年次報告書のデザインだったり、テラーネッサンスの場合はその年一度の報告書とは別にニュースレターという形で年2回、定量的な報告とは別にですね、このテラーネッサンスの活動の価値や、その哲学や理念というものが
様々に理解していただけるような内容としてニュースレターを紙で刊行していたりします。その他にもですね、海外からポストカードで皆さんへのご支援報告をしたりだとか、いろんな形での報告やお礼、これを通じたテラネッサンスの活動の価値観を一緒に育んでいく、そんな取り組みをしています。のでこの第2回の、報告編の方では、どういった内容を、どういった考え方の中で、これを設計デザインしていくのかということについてもお伝えしていく予定です。こちら5月27日の内容も、全てアーカイブで後日からでも、ご覧いただくことが可能なので、ぜひご利用になってみてください。はい、でこの全2回なんですけど、私が担当する部分では、それぞれに共通していることをまずここで言うならば、本質的な価値が何なのか、これを言語化し、視覚化していくというのが、ここで言うデザインの本当に大切なものなんじゃないかなというふうに思っています。ないものを取り繕おうとすることであってもいけないし、あるいは古代広告であってもいけない。ポイントなのは、私たちの活動の価値というものをいかに自分たちが真に理解をし、これを、潜在的にですね、あるいは既存に応援いただく皆さんに対して伝えていくことができるのか、ここが広くデザインの、役割の一つですし、デザインだけにとどまらず全てのコミュニケーションにおいて大事なことなんじゃないかなと思いますので、その部分にですね、一つポイントを置きながら、この全2回の話をお届けできればいいかなと思ってます。さらに言うと、アーカイブでの視聴ももちろん大歓迎なんですけれども、この当日のですね、リアルタイム配信の中では、皆さんから参加いただく皆さんからの質疑応答にもお答えしようと思っています。なのでインタラクティブなですね、会にもなると思いますから、ぜひぜひ少ない時間ではありますし、時間内に対応できない場合には、後日テキストベースでも質問にお答えしようと思っていますから、お時間合う方はですね、ぜひリアルタイムな時間でご参加いただけるといいんじゃないかなというふうにも思っています。それぞれのですね、参加の URL は今ご覧いただいている投稿の中にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひこちらをご覧になってください。はい、2021年パワーアップしたテラネッサンスアカデミア、まずは私の会からですね、ファンドレイジングのための NPO デザインとしてお話をさせていただきます。ぜひこの1回目そして2回目それぞれにですね、ご参加をいただいて、皆さんの団体の中で取り入れられるものがあればいいなと思いますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。